組であっていけんじゃないか。はい、ワイザー出すぞ。サブリーナ、サブリーナ、パンパンパンパラ、サブリーナ、レインレイン、どれも間違いを見た、まかな、口で言うつけた、君を遊ぶよ、おに、味わうよ、おに、ガラス越しに見る、孤独な影、いたって、いたって、本当の愛を求めて、足の嘘に、傷つけられても、今夜も、気を抱えて落ちてく、朽ちてく果実。サブリーナ、パッパッパッパラ、サブリーナ、夜風に漂った君の髪、そっと手を伸ばしてみるよ。いるよと言いかけてやめた偽りの街に真実は似合わない。いざっていざって現実は闇に溶けてゆく駒の静寂に打ち止めされても、追いかけ抱きしめたパズルのピースは合わない。封じてく果実、サブリーナ。ダメだ、この声変わるよ。もうちょっと低ければ操れるんだけど。いざっていつだって本当の愛を求めて、街の嘘に傷つけられても、今夜も不良な気持ちを抱えて落ちてゆく、朽ちてゆく果実。サブリーナ、パッパッパサブリーナ、サブリーナ、パッパッパッパラ、サブリーナ、サブリーナ、パッパッパッパラ、サブリーナ。何が欲しいですか？
かけてる方たちに深く届けばいいなと思って、あえてそういった視点で。なるほど。なんか歌詞っていうのは、どういうところから浮かんでくるんですか？私もショッピングモールでライブすることが多くて、そういう場所でこうサイン会とかやってると、皆さんこうご自身のいろんなこう悩みだったり、背負ってる問題とかを、私に打ち明けてくれたりとか、はい、するんですよ。で、手紙いただいたりとか、でそういう中から言葉が生まれていくっていうのがすごく多くって、やっぱりその曲からさらにまた出会いが生まれるっていう、なんかこう、に巡り合わせがずっと続いてます。はい、私にとって、ステージとは何ですか？ステージとは、私にとってやっぱ生き物。生き物ですね。その場その場、その日その日の自分自身のコンディションだったりもそうですけど、自分自身のこう発信だけじゃなくて、お客さんからの受信で成り立ってるなっていうのがすごくあって、なのでなんか、ものすごくこう生きてる感じがします。どんなに準備してってもらったステージに立ってみないと。分からないですよね。ラムちゃんベル。ラムちゃんベルをご覧の皆さん、こんにちは。早野瑞希です。4月の5日に発売になります新曲「ゆきんこカセンタ」。この曲は雪国で突然男性に別れを告げられて、春を待つようにずっとその大好きな人を待っているという女性のとっても切ない気持ちを歌った曲です。この曲を歌うときに注意することですけれども、3連のリズムが2回入ってまいります。そこをきちんとリズムを捉えて歌っていただけるとスムーズに歌えると思います。どうぞよろしくお願いいたします。早間美月でした。ラムチャンネルアプリが絶賛配信中。毎日話題の音楽、エンタメ、トレンド情報を配信。お気に入りアーティストさんを登録すれば最新の配信曲情報も入手できます。ぜひダウンロードしてくださいね。ジャニーズ・ザ・ジェネ。憎しみ、新たな物語が始まる。ネバーランド。さあ、ヤルムと一緒に旅に出ましょう。すげえ、知恵袋に第4章のセリフ全部書いてるやつ。使いやすい。ありがとうございますって笑い取れる感想。
これ多分言ってるなんか聞いたことあるよ、このさ。これこんなでも知らねえよ。俺が見た YouTube で昔書いてねえよ、これ。頑張れ。ほんの少しを僕も知らせた君に伝わる、そう信じて、Perfume じゃね？あれ Perfume じゃね？Perfume だったあれ。ほら見てみ。うわ、Perfume だ、手打ってる。すごい、Perfume かわいい。これさ、パフュームじゃないよね。うわ、また来た。ポリリズム、ポリリズムやね。ポリリズム、ポリリズム、ポリリズム。わ、すごいポリリズムいっぱいいてる。絶対ポリリズムだったよね。もう連呼はもうやばい。トラウマ欲しい。トラウマだの。よし、じゃあ吉田のレーザービーム一生懸命歌おう。あ、やべえ、吉田のまんまになってる。またレーザービームちゃんと打とう。めっちゃ効果あるな、これ。あと3回ぐらい打つ。打ったビームは全部石丸食べるので、ね、あえてこう打つんだよ、ラブビームこうなんで水が水を弾いて キラキラしてる光に似てる風が人に立つ君の姿が眩しくて、ストレートまっすぐだね。恋愛はきっとレーザービーム。心を手話ひとつき刺すの虹色のラブビーム。やべ、普通のも忘れたな。どうするだろう。僕らの秘密の光、あの日気づけた秘密の光、恋の循環、音は止まって時間は走る。
する視線はまるでレーザービーム。心を純愛と突き刺すの石ぐらいラブリティング。あれ、シワイツ来ちゃったぞ。シワイツ、ここでシワイツされたんだけど。バスグだね、恋愛はひとめだビーム。心を瞬間に突き刺すの石ぐらいラブビーム。違う、ラブビームになるうちを好きだぞ。Bye.
か分かんないけど、これを歌いたい。寂しく歌いたい。寂しく歌いか分かんないですよ。完全に歌曲に走る、吉田。ついに。曲でこれを見て分かるかどうかによるよね。変わった。よし、歌えんのかな、これ全部。まだ分かんない。あ、聞いたことあると思うけど。恋の始まりも夢の月も人、あなたと。いいえ、ここ以外はほとんどね、微妙だった。早くサビに入ってくれ。冷たい北風、二人を近づける季節、繋いだ指がこぼれ出す月の気持ち、恋の自販機のあったかいお酢だね、心に火が灯るね。携帯揺れ場を震えて繋ぐ気持ち、二人で一緒に眠る、あなただけ見つめて、私だけ見つめて、明日を違う心、激しく毎週に詰まって永遠に愛してる、今日より愛してる、ずっとケンタウソに言うとき、今はどうでもいい、二人で一緒に過ごす向いとけ、優しいキス、優しいキスをしてほしい、願いかけて、もう忘れとく髪を出して恋人よ、ささやく恋人よ、ささやく恋人よ、永遠に愛してる、今日より愛してる、ずっと星野が八頭身パリングチョグチョします。見ててください。まだまだ静かだから、見てください、これ静かですよ。星野が行くぜ。ゲンタイユルバルフルキツな気持ち、振りたい一緒に振りたら、あなただけ見つめて、私だけ見つめて、明日を誓う、ぎゅっと抱き込み、恋心を激しく毎日に包まれて、永遠に愛してる、今日より愛してる、ずっと汚そうと髪を撫でて恋人よ、ささやく言葉を見てくれる、今日より愛してる、ずっと枝なら、ゲタユーリマリ死ねる、こちらね、この曲知らない、奇跡は間に合わない、知らないか、そう、これ消す。工藤は間に合わない。工藤は間に合わない。石村さんって知ってるぞ。石村はこれ全部知ってるから。あ、そっか。
ダメだ。ごめん、ね、俺こそ AKB だ。お前 AKB じゃねえよ。だ、おこがましい限り、うん、お前に会いたくなかったんで。ごめん。何し、何がだよ。シュシュごとポニーテール引きちぎるぞ。まずあいつがポニーテール作る時点でもうゲロモンなんだけど。会いたかったら AUA の中に何だった。あった。会いたくなかったんだね。うん。いっそのことキモい具合に恋愛サーキュレーション歌ってあげようかなと思ってさ。ああ。俺でもさ、作る時の感じ。これ俺のあの。
恋愛最強優秀の女の声で歌えば気持ち悪さがなくなるはず。いや、ユートピアコで歌おうかな。ユートピアコの可愛い曲をお聴きください。あー、ユートピアコ。よし。そんなんじゃないよ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。ユートピアコ、ユートピアコ可愛いな。言葉にすれば消えちゃう関係だ。言葉を消せばいいやって思ってた、恐れてた。だけどあれ、なんか違うかも。千里の道も一歩だ。石のように硬い存在して、チリも揃えば山となるしも、死ぬ気で癒し抜きで、ふわ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 、あなたが名前呼ぶ、それだけで十分だ。ふわ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 、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる。神様ありがとう、死ぬなんていたずらでも、ユートピアコじゃない、歌を歌える。ちょっと上手いんだけど。私の中のあなたこそ、あなたの中の私の存在はまだまだ大きくないこと分かっているけれど、今この同じ瞬間共有してる時間、地を作るのはヤマトラシコ、略して地のヤマトラシコ。ふらふらりふらふらり、あなたを見上げた、それだけで眩しすぎて、ふら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 ゆ、あなたを思ってる、それだけで溶けてしまう。神様ありがとう、運命のいたずらでも、巡り会えたことがユートピアやっほー。怖い、ここはあんまりお金だ。大好きなんだよね、ジャパニパーク。あ、そうらしいよ。ちょっと覚えておこう。
ジャパニーパークしか聞かないんだよね、最近。お前、それはさ、ダメだぞって思う。それはそれでちょっと赤いです。ミャ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 ってやってこようかな、俺。あっち行って。俺知らないです。サーバルちゃんやってこようかな。大丈夫、ここは僕に任せて。ミャ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 。恥ずかしがるお年頃から俺が恥ずかしがるプリンスやんか。そこのユートピア1個の状態を歌えるんですよ。発見したくていいから。ユートピアやっこ、ユートピアやっこって声を出すの。そうさせるユートピアやっこ。ミネモリスだとね。ああユートピアやっこーっていう。だからずっとこの状態で歌ってることになる。結構厳しいよね。そういうこと。よくでさ、結構厳しい。ずっとキープ、口ポンポン出してずっとキープ。そのポンないじゃん。ずっとその発音しないでユートピアやっこ声出ない。ユートピアやっこ。ユートピアやっこで。俺の曲を聴いてもらおうか。今さ、なんかない？ナイス。君さ、なんか俺の大好きな曲だと思って歌ってないですか？ない。君さ、ないです。みんな勘違いする人がいますが、説明のトリップは俺を題材にした曲です。恋愛裁判は俺が BGM を作った曲です。音楽を作った曲です。でもう一つ俺が歌詞を作った曲があります。どうも曲作れんじゃね。よく思ったら歌詞もメロディーも作れてさ、題材にもなれんだって作れんじゃねえかね。いやだよ、めんどくさい人に作る。お前ユートピアエコーできると思っているのか。いや、それでいけた。ユートピアエコー。わ、欲しいやつだ。そして聞いた。Yeah.
Yeah.
ばしの曲になっちゃった。Yeah.
Yeah.
かれる。危ないよ。そう言ってそっと僕に、こっちの方が危ないよ。茶番が始まった。はい、ありがとうございます。以上、See you next time. Tomorrow. Yeah. Yeah. ああ。ユートピアコ。それをしてないから。